台湾の皆さん、大家好、我是ミレ。私のサードアルバム 5AM がリリースされました。今回のアルバムは、タイトル 5AM、 つまり午前5時にもありますように、私の一日の中で午前5時という時間が一番特別な時間でありまして、この午前5時っていう時間は多くの人は寝ているのかもしれないですし、起きる人は起き始めるのかな、そして仕事が終わってヘトヘトで帰ってくる、人もいる時間だと思います。私もそんな時間でもありますし、時には一人で本を読んだり映画を見たり音楽を聴いている時間でもあって、ある時はもう朝が来ないといいのになって塞ぎ込んでしまってる時間でもあります。そんな、なんかいろんな感情の色が、入り混じっている、曖昧でぐちゃぐちゃで複雑に絡み合っている、そんな時間が 5AM だと思います。私のそんな気持ちをそのまま、曲にして、詰め込んだものがこのアルバムになっています。皆さんにとっての 5AM はどんなイメージなのかなと思いながら、作りましたけれども、ぜひ私のフィルターを通して、感じた 5AM をこのアルバムから、聞き取っていただけたら嬉しいです。ぜひたくさん聴いてください。感想も教えてください。以上、ミレイでした。谢谢。